シラス・蔵、白ゾウ、シラス蔵・タイゾウ、1829年8月14日から1891年9月10日は、明治にかけて活躍した、日本の役人、実業家である。神戸女学院の創設者の一人、シラス・文平の父で、シラス・次郎の祖父。大蔵は千は1829年に、三田藩内の薬師寺長に生まれる。父親は、三田藩助官。 幼名は淳太郎、忌名は吉助、篠崎小竹、小賀金一郎から学び、藩校、増士官の教授になる。1862年長武行剣軍武行になり、財政再建に取り組む。1863年に藩主、久喜高義に壊れて、藩重役、第三次として藩政に加わる。よく時世を洞察して、 諸藩に先立って、古参の藩主たちを説得して、藩政の改革を着手する。特に、西洋文明を輸入することを進め、中村義隆、福沢諭吉の翻訳書などを日々藩主に紹介して、閲覧を進めて、衣服や器具などすべてを西洋風にするようになった。また、大蔵の指導の下藩平の大胆な改革を行い、鎧兜をすべて売却して、 西洋式軍曹に350のスナイドル銃を持つようになる。三田藩の食産工業に勤め、三田米を使用した、ボタン、マサムネという銘柄を作ったり、三田牛の飼育を奨励したりする。1854年のペリーの黒船来航の時には、裏側に出かけて、農民の姿を装い情報を収集する。母親戦争の際には、反論を統一して、倒幕に加わる。 1868年明治維新で、三田県第三次になる。しかし、小寺大二郎と共に進めた厳しい政策により、農民一揆が起きている。川本美幸民を講師として、洋楽を学ばせる。1871年の廃藩置県で、久喜高義は、三田藩知事の職を失い、神戸に住む。太蔵は、政府より、民部省への士官を打診されるが、 福沢諭吉の教えに従い孤児する。神戸で旧藩主、久鬼高義は、シラスは小寺大二郎と共に、三田の氏族の16名の出資により、合名会社、島参商会を設立する。久鬼高義は、総裁に、シラス大蔵は社長に就任する。1875年大蔵は、久鬼高義の要請により屋敷を提供して、学校創立に協力する。これが、 後の、神戸女学院である。1880年兵庫県初代県会議員になる。1882年8月、シラスは福沢諭吉と、久喜たかよの推薦により、横浜商金銀行の副頭取になる。また、翌年1月に、第3代頭取になった後、3月に辞任し、大倉右洋係や岐阜県大書記官などを務めた。1890年には、 役人を辞職して、久喜家の主催を務めた。1891年1月24日に、久喜高義が死去すると、大蔵も9月1日に発病して、9月10日に死去する。去年63、ありがとうございます。